はいどうも、エテポンゲです。武器集めやってきます。今日はとりあえず、空飛ぶほうきを妹のね、ポンミちゃんからもらったんで、それを使って右側の探索行ってみようかな。あ、けど一回も下歩いてないから、とりあえず徒歩で行ってみる。空も飛べる、まあ飛んじゃうか、飛べるもんね今。飛びつつやっていこう。高菜、この東でバザーが開かれているそうよ。旅人たちが集まって店を開いているんだって。私も行ってみようと思うの。ちょっと待って、お金全然ないよ。前回の終わり際にめちゃくちゃ使ったから。おお、高く売れそうだ。まあまあ、とりあえずちょっと飛ぶか、お見せしよう。まあ見したけどね、一回 G ボタンを押すことによって飛べて、しかも敵に当たらないという、もうめちゃくちゃ お得装備です。で、右、あ、これなんだろう、降りてみる。で、こっちは最初のとこだもんね。降りてみよう。 G ボタン。いや、古入れ。俺は冒険者古入れ、伝説の武器を探して旅をしているんだ。この先の毒沼地帯に行くのか、気をつけた方がいいぞ。そうだ、これを持っていけよ。薬草、あー薬草いっぱいあるわ。毒の魔物もいるからな。薬草があれば、毒もきれい、さっぱりだ。はい。あ、え、毒消し草とかじゃなくていいの？普通に薬草でいいの？で、この先に毒沼、あ、ほんとだ。ほんとだ。屍もある。ミミズもいるし。あー、試練発見しました。ちょっとぐるっとしてみようか。とりあえずここに試練があと1個あんのと、あ、これ絶対バザーじゃない？これバザーでしょ。ちょっとスライムがいるからな。これちょっとさっき拾ったやつ。まあまあか。まあまあ、ぼちぼちの。シンプルな斧だね。シンプルな斧。いろんな商品があって、どれにしようか迷っちゃう。そういえば全然関係ないけど、大きい武器は強いけど、その分視界が、遮られて見づらいらしいわよ。うん、家とかね。家とか。あ、テント。よし。いらっしゃい。モーニングスターはいかが？最近肩こりがひどい。腰が痛くて、曲がってきた。そんな時にはモーニングスター。モーニングスターでマッサージすれば、ほら、肩も腰も軽くなり、すっきり爽快。農家の幸子さん、かっこ83は、最近腰が痛くて、農作業も一苦労。幸子、私も昔は元気に走り回りながら農作業をしていたんですがね、もうそろそろ引退ですかね。腰大学医学部教授、年を取ると、加齢性の変化により、背骨が変形して曲がってくるのです。腰の痛みに悩まされる、幸子さん、こういう方結構多いはず。そこで登場モーニングスター。モーニングスターの先端の突起がツボを刺激して骨を若返らせる。幸子さんにモーニングスターを使ってもらい、その効果を検証することに。ブスブス、あ、すっごく効く、すっごい効く、簡単なので毎日続けられそう。そして1ヶ月後、幸子さんの自宅を訪ねると、なんとそこには背筋をピンと伸ばして元気に農作業をする幸子さんの姿が。軽快なステップで人参を収穫する幸子さん、その表情は満面の笑み。1ヶ月前とは大違いです。モーニングスターを使ってから腰も体も絶好調。長いわ、もう疲れた疲れたわ、もう分かったよ。ああ、よくある通販のね、通販のやつだね。私の農家人生まだまだこれからですね。幸子さんの人生を変えたモーニングスター、でもお高いんでしょ。そんなことはありません。
今回は特別にモーニングスターを低価いたけえわバカは、あ、安い、あ、安い、え、そうだよね、ゼロ1個減っちゃったよ。もちろん今回限りこんなチャンスはめったにありません。さあそこのあなた、モーニングスター今だけ8000、なんかこれ足元見られてないか俺、これ足元見られてないか俺、8971しかなくて、なんか買うけどさ、うん、買うよ、買うけどね、うん、うん、1年間深夜の通販番組見続けた甲斐がありました。やっぱり努力って大切ですね。買うよそりゃ、足元見られてるかもしれないかもしれないけれど、野菜を売りに来た。人参1本5000円、買っていかない、あーごめんなさい、お金がない、ごめん、本当は買ってやりたい。あ、これさっき喋ったな。あんたは武器商人ウェポチチって知ってるか。いや、チチですが、なんでもものすごい商品、商売の腕を持つ武器商人だったらしいぞ。武器の扱いの腕もすごかったとか。いいよな、俺もそんな詳細があればこのバザーに出店して大儲けしてやったのにな。ムルギザ、ふむ、この像は素晴らしい。さすがは世界に一つしか存在しない像だ。こんな貴重な品を仕入れるとは、この商人なかなかやり手と見た。持ってけるかな、あれなかなか良さそうな像に見えるけど、どうも怪しいんだよな。すまん坊や、この像にあまり近づくんじゃないよ。これは世界にたった一つしかない、類まれなる、類まれなる戦士像である。世界にたった一つだぞ。こんなに貴重な品はない。さあさあ、欲しいものは大金を持ってこい。これ大丈夫、これ怒ら、大丈夫かな、まあいいか、うん、まあいいや、持ってこ。あ、でね、あとマップの見方がやっと分かりました。普通にね、メニュー画面にあった、うん、マップ、めちゃくちゃチャッチーけどね、めちゃくちゃチャッチーけど、まあないよりはいいかなと。うん、とりあえず戦士像はかっぱらっていくか。うん、これはキャサリン、トム、まあこんなもんか。ちょっと試し切りするか、試し切りしよう。この世界に1個だけしかない戦士像、91、強い、圧倒的強さ、なかなかいいな。メッキしようかな、これメッキしようかな、これ強えな。よくだって33でしょ、ビッグブレードとかさ。あ、ギガンタックスも33か。んー、まあじゃあそんなにだね、メッキするほどのものでもないね。うん、テントじゃなくて、よし、じゃあもう一回ちょっと空飛んで探索しましょう。あと上の方行ってないよな。うーん、境界的なのがある、境界的なのがあるな、よろ。とりあえず覚えとこう、あの下の方にもう一個試練があったっていうのは覚えておく。教会だ。あ、アーメン、アーメン、アーメン教、万歳、アーメン、アーメン教、キリスト教だろ。イラルフ、来年の入試で合格できるよう、お祈りに来たぞ。どうか補欠でもいいので合格できますように、アーメン、アーメン。間違ってるぞ、来るところ。海沿いの教会でございます。あなたはこの大陸に住む魔王の話を知っていますか。まああんまり知らないな、正直。魔王はかつてこの大陸に魔物を呼び出した邪悪な根源、邪悪の根源。一度は勇敢な勇者によって倒れ、封印されました。しかし長い封印から目覚めた魔王はこの大陸の城を滅ぼしてしまったのです。今は魔王城でおとなしくしていますが、いつまた暴れ出してもおかしくはありません。世界は危機的状況にあるのです。あ、神よ、どうかお救いください、アーメン。なるほどね。
ここの教会の牧師、そしてアーメン教の教祖でもあるファルシオだ。アーメン。アーメン教の、理念は、とりあえずアーメンって言えばなんか神に救われるんじゃねってある。アーメン。そう、アーメンとは人々を、正しく導いてくれるのだ。何時にも神のご加護があらんこと。アーメン。はい、アーメン、アーメン。よし、この教会潰そう。よし、潰しまーす。ねえ、これ売ります。これ全部全部売ります。とお金必要なんで。へえ、さあちょっとこっち側にも、あーちょっと待って、痛い。それは痛い。とりあえず大賢者、せい。もうこの武器あればさ、もう他いらないよね、正味。もう奥のなんか骸骨も食らっちゃってるし、めちゃくちゃ強いもん、この武器。ほんとこの武器マジで強い。ファイヤー。くそ、氷返された。よし、300。あー、ごめん、ちょっとやめて。あー、あー、殺すか。殺さない。捕獲しよう。とりあえず、とりあえず捕獲しよう。うん、なんかイベントありそうだよね、今の人。絶対イベントあると思うわ。あ、ちょっと待って、これ武器がいっぱいだな。しまおう。ああ、しまう。あー、けどこれ使ってないな。テントはいいや。ダーがメッキしたしな。木はしまう。ビッグブレードとかもしまっちゃうか。とりあえずギガンタックスは使いそう。これもしまっちゃおう。しまっちゃうんで、とりあえずさ、使っちゃおう。使ってこれ、取り出して装備しちゃおう。装備しちゃおう。で、あの、壊せばね、また元の位置にね、出てきてくれるから。おおお、メガネの似合う緑髪の冒険者。まあいいや。とりあえず使おう。敵多いな。意外と悪くないな、この武器。どの部分がクシャッていってんだろうね。どの部分から崩れていってんだろうね、このてかもう破棄しよう、これ。破棄するわ。絶対なんかイベントある、これ。うん、でダーガは、メッキしてるから装備する。ダーガメッキ3回攻撃だから。あ、こっちは特にあった。試練あったな。ってことはもうこれで4つ全部見えたね。1、2。まあ下のやつから行くか。っていうか隣のさ、これ何これ。あ、ごめん、ちょっとマウスずっとここに真ん中にあったね。これ何これ。コンビニみたいなのがある。こんなん行くっしょ、これ行くっしょ。とりあえずここに試練ね。あ、結構わかりやすい。一番右上だ。で、こっちに絶対コンビニじゃないこれ。絶対コンビニでしょ。ヤンキーレザビリー。何見ててくれ。俺はヤンキーだよ。俺ヤンキーって言ったらコンビニ前だろうが。俺はここからどかね。なぜならヤンキーであるから。
まあ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 、こういうやつ消すしかないよな、もう。うん、消すしかねえ、これは。消えろ。よし、正解でしょ、これが。これが正解でしょ。いらっしゃいませ、コンビニエンスは魔王城前です。商品を見る。お金がないんだよな。巨大の体験、ちょっと巨人の体験か。とりあえず欲しいよな。お金ちょっとためよう。スマイル、じゃあ並べないで。スマイル、コンビニは便利だな。これ絶対さ高く売れるんじゃない。ちょっと持って帰ろう、持って帰ろうよ。あ、間違えた。もうほんと売り物としてちょっといろいろ集めて、お金貯めないといけないから。ごめんごめんあ、ごめん、ほんまごめん。あ、てか倒さなくてもさ、普通にこうやればよかったんじゃない。あ、やばい、やっちまうかも。やっちまった、やっちまった。仕方ね、仕方ない、仕方ね、その犠牲仕方ね。ちょっと待って、一撃でいける。 OK、 とりあえず回復して、そうだな、とりあえず右下のところから行くか。冷蔵庫だらけ、ちょっと待って、冷蔵庫しまおう。1個だけ残しておこう。うん、うん、ここら辺残しておこう。よし、じゃあ最初に見つけた右下の、右下のところから行こう。クラッシュハンマーと、とりあえずね、とりあえずクラッシュハンマー拾いましょう。こっちの方だよね。あったあった、これこれこれ、ここここから行こう。せい、このほうき結構強いもんね。シンプルに、別に特殊効果はないけど、 あるかもしれない。うん、空が飛べる特殊効果はある。よし、3つ目の試練だね、これは。毒々しく不快な空気が流れている。嫌な予感が、予感のする場所だ。最奥から何かの気配を感じる。ウエコは勇気を出して足を踏み入れていくのであった。よし、じゃあ、様子見のクラッシュハンマーでいくか。これなんだろう、怪しい目。ちょっと装備しない、装備はしないよ、絶対弱いもん。あー、なるほどね。一方通行、一方通行システム、あ、強そうだな。うわー、近づいてこねえ、このインプ。こっち来て、一撃もらっちゃうことになるよな。まあシンプルにさ、賢者の杖使えばいいんだけど、無双してもね、なんかせっかくこんなに武器あんのにさ、もったいないよね。何？防御力上がった。攻撃力上がった。ちょっと待ってね。ちょっと待って、やばいね。やばいね。せい！コンビニ何にでも使える。せい、コンビニメッキしようかな、メッキしようかな、コンビニメッキして統合かな、これ。そして画面が見にくい、あ、こっちにしとこう。でこっち、あ、こいつらやばいな。
ちょっと戦士の像壊したくないな。レアだって言ってたからね、この戦士の像。んで、あ、一方通行いけないもんな。多分なんかスイッチを押すことによって、え逆向いた、え、あれ俺左から来たよな、あれ、ん、気のせい、せい一撃、やばい、あと3回で壊れる。まあまあ、けど壊れてももう一回取りに行けばいいからね。最悪発注すればいいし、武器ゾーンに、武器ゾーンだったっけ。まあ寝てるやつ起こす、邪魔だ、どいてくれ。あー壊しちゃった、弁当。あ、なるほどね、通ったら変わるんや。はい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 、これ下通れない、通れない、今理解した。あ、湧いた、敵が湧いた。え、つ、え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 、3回攻撃、半額シールが貼ってある。これ左戻って、左に行ったら多分また最初のとこ戻っちゃうから、これ上でいいよな。バチバチバチ、コンボがやべえ、コンボの音が。おし、レベル11、 HP にしようで、解約装か手に入れて、トレ宝箱、トライデント、トライデント、あ、しまった。29、会心の武器として広く知られる槍、三股の矛があらゆるものを貫く、貫くようななんか武器の振り方はしてないけどね、叩きつけてるけどね、この野郎。まあとりあえずここ左行くしかないか。じゃあ待ち構えてる。あ、縦3マスは結構強いぞ。ちょっとトム使ってみようかな。トム、黒くてブラックなクマのぬいぐるみ、ぬいぐるみだよな。俺は石に見える、俺は石に見えるぞ。で、下の宝箱、あ、いける、取っちゃおう。あ、いや、11個、ありがてえ、これでまたメッキできる。上通れる、あ、ダメ。ミミズは弱いな、ミミズは余裕で倒せる。逃げる、寝てるやつは起こす必要はなし。なんかやってるわ下で。ほい、火力はあるけど、まあ脆いよな、武器じゃないもんな。だって回復して薬草拾う。あ、そういえば回転切り使ってねえな。お披露目しようか、回転切り。回転切りをどの武器でお披露目する？もちろんコンビニでしょ。もちろんコンビニでしょ、それは。会長ビジャシャ、ビジャヤ。会長ビジャヤ。防御強化魔法、そういうのを使ってくるよ。行動回数上昇魔法、ちょっと待ってや、魔法とかそういう概念こっちにはないのだが、なるほどね。ちょっと待って、とりあえず素振りシュッと、
近づく前にダメージを与えといて、あー来ちゃった、よしくるくる回転蹴りや、スイー必殺奥義ぐるぐる回転蹴りコンビネアダック、うっ息が持たん、離れちゃった、ちょっとせこないせこない、そんなせこいせこい、とりあえずあと2発あと2発、ちょせこいってせこいってせこいって、そんな何回も、あと1発あと1発、いけるいける、コンビニー、よーしよーし、会長ビジャヤを倒した、楽勝だね。不気味な洞窟の最奥に現れた会長ビジャヤを武器を駆使して何とか倒した上子。その時、上子の頭の中に何かが聞こえてきた。例の詐欺の人だよ。例の詐欺の強き者よ。三つ目の試練を制してしまうとはな。さすがはかつて。今はいいだろう、褒美をやろう、新たなる力だ、そなたの武器の力をさらに引き出すだろう、上子の体の中に何かがみなぎってきた、必殺奥義ロックオンを覚えた、狙い撃つ系でしょ、それ俗に言う、溜まる速度が上昇した、次が最後の試練だ、健闘を祈ろう、まあもう場所は分かってるけどね、弱者の洞窟内の武器を全て拾う、はい、出まーす、でね、前回の洞窟にあったね、前回の洞窟にあったスイッチあるでしょ、あれ結構高く売れたんだよね、4000円とかで売れる感じ、今並べてるんだけど店に、あぶねえ、ちょっと待って、回復、だから今回ここも矢印ちょっと持って帰ろうと思う、何メッキ取れちゃったとか、何それ、やめろやお前、メッキ取るなよバカ、あちょっと待ってね、ちょっと待って、これよしいいね、これなんだっけ、ソウルイーターの、ソウルイーターメデューサの、メデューサのなんとかプレートなんとかプレートっていうやつに似てる矢印、なんだっけ忘れちゃった、メデューサ俺めっちゃ好きなんだけどな、一方通行みたいな、いいね、いい武器拾った、よしとりあえず、3つ目の試練終わった、一回戻ってもいいよ、もうこいつ嫌いだわ、で妙に回避率高いこいつ、普通に上登ってみて、人とかいたりするもんな、あバザーか、まだ戦士像、あ復活してんじゃん、あ敵、ちょっと待って、矢印壊したくないよ、大事な矢印、俺のさすがにここで、ここで魔法使うのは良くない気がする、貴様トライデントと実装しよう、弱トライデント弱、まあ、こっち方向だったらいいだろう、暗い、ああそれは本当にすまんと思ってる、ちょっと待って、これだけ持って帰らして、
よし。で一回家に帰りましょう。家に帰る。このボタンを押したらね一発で家に帰れる。よし。絶対これ高く売れると思うわ。このレアな戦士像並べます。ほら不思議なスイッチ4000円だぜ、うん、まずは持ち物から。あー高い。あとうわ13万違う1万3000か。これいらない。あ、いらん、選ばない。これ選ばない。安すぎる。うわ、やっぱ3800円。いいね。OK。はい。で、あと、プキコから持ってきたやつ。あ、まあまあ、ぼちぼちか。うん。ぼちぼちだな。うん。よし。で、回復して。本当ちょっとお金欲しいなこれ。とりあえずこのポンミのさやつ解放したいんだよね。この手伝ってもらうのやつ呼び込み。うーん、武器の売れる値段が増加する。あ、これも武器の、あー、これはいるな。まあ買えるやつから買っとくか、とりあえず。うん、呼び込みとかこれも絶対必要だもんね。カリ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 、ふむふむ、なるほど。なんだか商売術がすっごく身についた気がするよ。いい子だ。お金なくなっちゃった。んー、じゃあ並べてお金儲けといきますか。もういらないもんどんどん並べていくで。うーん、ここら辺もいいか。最悪ね、使いたくなったらまた、ここ、あ、教会！教会シリーズ！教会シリーズ高い。うん、電話で頼めるからね、もう一回使いたくなったらね。んで、メッキをしとこう。メッキ剥がされちゃったから。どれが剥がされた？ギガントアックス。はい。あとレベル10になったから、鍛えるができるよね。鍛える、ランダムでかっこ極み、あ、それはこいつの効果ね。これやってみよう一回。鍛え、はい、レベル2。どうなんだろう。ちょっとギガントアックスとかやってみる？攻撃力が上がるんだったらやっぱ物理の方がいいよね。それはレベル2。ちょっとレベル今持ってるやつで8個使うんか。やってみよう。レベルいくつまで上がるのこれ。3。うわ、まだいける、まだいける。あー、ちょっとどうする、どうする。10個だろ、あと残り3個になっちゃうな。1メッキしかできなくなるから一旦保留、一旦保留します、保留します、しまいます。自宅系はね、いや、しまいますね。これもしまいます、うん、売ります。これも売ります。よし、もちろんこれも売ります。 OK、 よし、じゃあ一旦ちょっとここで区切るかな。で、右上の方にあった最後の4つ目の試練に、次、向かおうと思います。はい、では、ご視聴ありがとうございました。